後ろ回し蹴りの稽古に続いて次は後ろ蹴りの稽古をしてみます。はい、お互いに、はい、おす、お願いします。はい、構えて、はい、一歩前に出て、はい、後ろ回し蹴りは円を描いてくる蹴りですので、少し距離が必要になりますが、後ろ蹴りは直線的な攻撃、そして膝を抱え込んでの攻撃ですので、後ろ回し蹴りよりも近い距離で蹴ることが可能になります。はい、じゃあ実際に当ててみます。はい、1、そう、はい、2、このように近い距離でですね、蹴ることがかかとでできます。はい、より実践的な練習をするために厚めのミットよりも薄手のミットを使った方が、より、距離感をつかむことができると思います。一歩前に出て、はい、1、そう、はい、もう一回、2、そう、このような形で、ただ今のようにして蹴りますが、直線的にかかとから蹴り込んでくるのでかなりのダメージがありますので、お父さんお母さんがミットを持つ際にはですね、お腹に直接当てるのではなく、ハンドミットをこのような形でお子さんに向けて片方の手で軽く添えるようにします。はい、構えて、1、そう、はい、2、そう、しっかりかかとから蹴り込みます。このように近い距離で、蹴ることができます。はい、3、そう、はい、ラスト、4、はい、倒れ、はい、お互いに、はい、おっ、ありがとうございました。はい、後ろ蹴りのミットを使っての稽古でした。正面に、はい、おっ。